久保さん、今回あの、プライドは便所に流せにしましょうか。プライドは便所に流せと。まあ、実は久保さん、僕もちょいちょい最近やってることがあって。まあ、最近ね、熟成さんがインスタは結構、あの、ガチでやり始めたんですよ。で、もう100リストぐらい撮ってるんですね。で、なんかコメントとかもインスタでついてて、勉強になりますみたいなね、書いてあるんですよ。で、僕がね、コメントを書くわけですよ。しかも、あの、初心者じゃないコメントを書くんですよ。 要は初心者の人が学びました、ありがとうございますみたいなコメントを書くんですけど、僕は上級者のコメントを書くんですね。もはやコメントをコンテンツ化するみたいな。そう。あとはたまに宣伝も書くんですよね。あの情報商材バイブルの著者ですとかね。<laughs> 広島の久保でじゃなくて、情報商材なんかその,その投稿が情報商材はどうのこうのって書いてあったんですよね。あの詐欺なのかどうなのかと。 で、その投稿に対して情報商材完全バイブルの著者ですみたいなね <laughs>。そう。これ何かっていうと、まあ宣伝ですよね。そう。でも、あの、プライドがあると多分できないと思うんですよ。うん。なんだ。いや。なんだろうな。言い換えるならば、社長がトイレ掃除できないみたいな。社長がそんな仕事できないみたいな感じ。会社で言うならば、社長がそんなことできないみたいなね。 社,社,長社長が雑巾掛けなんかできないみたいな。あの、社長でもトイレ掃除するし、社長でも雑巾掛けするし、社長でも頭下げるしみたいな。でね、これ、久保さん、あのね、あの、あの、これちょっと回ったんですけど、これでと500回ぐらい回ったんですけど、お正月ね、僕あの、えー、っとね、えー、っと、なんか浜田さんがやってるね、あの、 A か B か、角質なんだっけななんか番組あるじゃないですか。はあ、まだ。角、う、質、ん。角質じゃないな。角質。芸能界。チェック。なんでしたっけ あ格付けチェックだ芸能人格付けチェックっていうこれ多分ずっとやってる番組だと思うんですよ。で、ハマちゃんがこう A か B か C かこうバーンって上げて世界みたいなやるやつがあるんですけどこれねあのねもうマジね郷ひろみさんね郷,郷ひろみさんマジすげえなと思ったのがあのまあペアで出ててね郷ひろみとあとひろみさんですよね。郷ひろみとひろみの,かあのペアで出てたんですよ。で、最後の,あのお題で まあその、2ランクか3ランク上げるよっていう。土下座したら、土下座したら3ランク特別に上げるよみたいな、なんかちゃんが言って、特別にみたいな。でね、これ、秒でね、郷ひろみさんが、秒ですよ、秒で。いや、マジで即断即決だったんですけど、いや、土下座するだけ、土下座するぐらいで、それそ、その、なんだ、資格得られるんだって土下座しますって言って、秒で言,う言ったんですよ。あの郷ひろみが。 あの、スーパースターっていうね。多分まあ、今はまあ、あと、落としとったんであれかもしれないですけど、まだ現役で活躍されてると思うんですけど、まあ、完全スーパースターだと思うんですよね、ゴーヒロミなんかは。で、もうずっと芸能界をき生きてる人だと思うんですけど、そんなね、すげえ人がね、いや土下座ぐす、土下座ぐらいだよね。土下座ぐらいで、その、資格を得られるなんだったらやりますよ、っつってね。で、ヒロミさん、ひろみさんがね、ちょっとためらってるんですよ。で、ゴーヒロミが、やりましょうと。 で土下座するだけでいいんすよ、みたいな。<laughs> お、うん。じゃあ、やります、みたいな。<laughs> いや、僕ね、郷ひろみさん、すげえなと思いましたね。あれを秒で言えるっていう、た何のためらいもないんですよ。だから、あのね、何のためらいもなく、土下座ぐらいでできるんだと、全然やります、みたいな。だぶっちゃけこ、これ何が言いたいかっていうと、土下座って小学生でもできるし、別に難しい行為じゃないんですよ。わかります土下座をする行為って、100キロのバーベルを上げるとかね、なんか、 なんかそう、そういうのじゃないじゃないですか。多分、小学生でも土下座ってできると思うんですよ。行為自体はね。行為自体は。めちゃめちゃシンプルですよね。ただ、膝ついて頭下げるだけじゃないですか。これ、マジで小学生でもできるんですよ。だけど、できないんですよ。じゃあ、これ、簡単にできるんだけども、誰でも小学生でもできる簡単な行為ができないんですよ。これ、なんでかっていうと、プライドが邪魔してるからですよね。 そうだから僕はね、あの郷ひろみさんが芸能界で生き続けてる理由がね、もう真髄ですね <laughs>。ひろみさん、いや土下座ぐらい、土下座ぐらいで、それいけるんだっやりましょうよ、みたいな。<laughs> 土下座ぐらいでっていうね。だから多分ね、その土下座ぐらいでっていう言葉がね、すごく深いなと思って。だからご、あの郷ひろみさんはこの芸能界で生き抜くためにも、いろいろ努力されてきたんだなっていうのが。 その一言で僕はね、深さを感じましたね。土下座ぐらいで、その資格得られるんだったら、なんでやんねえのみたいな、<laughs> 逆に <laughs>。いや、あれはね、ほんと僕は結構ね、お正月番組あんま見ないんですけど、あれは学びが、めちゃめちゃ学びが痺れましたね。電流が走りました。だって郷ひろみさんってすごい,じゃすごいと思うんですよ。うん、なんかその、上も下もないかもしれないですけど、 なんかスーパースターだと思うんですね。うん、僕あれはね本当に僕はあのー、感銘を受けましたね。うん、そうだからまあ話を戻すと塾長がねそんな塾生さんのなんかなんだあのコメントにちゃちゃ入れるとかねなんかどうなのみたいな多分意見絶対あるはずだしそう思われる塾生さんからもそう思われるかもしれないですけど。 僕はそう思わないんで <laughs>、まあ。まビジネスですから戦。戦場なんで。戦場ですから。うん。乗っかれるものは乗っかるし、そう。あやかれるんだったらあやかるっていうね。だってそこでもうアクセル、だって言ってんだもん。リスト100人ぐらい取れてますみたいな。で、その方法を教えますみたいなこともやってるし、今 <laughs>。集まってるんで。で、ちゃんとやってるんですよ。だからもうさ、毎回毎回行かないんですよ。たまにこの、こうい、あの、ちゃちゃ入れるんですけど。うん。 で熟成さんの、あ、だからこ今月か、今月熟成さんの商品売るんですけど、まあいい商品があったらね、ちょっと売らしてくれ、みたいなね。<laughs> 熟成さんの商品乗っかるみたいな。そう。うん。多分ね、そういう、なんかその、変なプライドというかそういうのがあると、多分つビジネスを続けづらいですよ、多分。永続的に。永続的に、だからまあほんと郷ひろみさんが何十年もね、 芸能界って相当きついと思うんですよ。多分芸能界ってめちゃめちゃきついじゃないですか、多分。それを生き続けてるっていうのはやっぱそこだなっていうのは僕はそう思いましたけどね。まあ普通の人はできないなっていう。だってひろみさんがためらってたんで。<laughs> うん、うん、みたいな。<laughs> でも郷ひろみから言われたらね、断れないんで。<laughs> うわすいませんでした。ドキドキしてましたけど。うん、あれはほんとすごいなと思いましたね。うん 言ってらっしゃい。